今日も元気だ、タバコがうまい。どうも、テラスパンマンズの兄貴と辰巳こと、ジュンです。はい、なんで元気かっていうと元気いただきました。マジで元気、もう一番心がもう元気になることある。あるある、割と何回か。そっか、ほんとありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、もう早速なんですけど、今回はこちらですね、デポライザーのダイナバック2020M っていうね、モデル。わかります？デポライザー。いや、ピンときてない。さっぱりわからん。さっぱりわからん。さっぱり、まあ多分ね、結構重度のヤニ化数じゃないと知らないと思うんですけど、多分10人に1人ぐらいちゃうかな。そうね、まあ、デポライザーっていうのはまあ普通に紙巻きタバコとか手巻きタバコ、こういうのをアイコスみたいな加熱式タバコとして吸えるようにするっていう商品なんです、デポライザー。なるほど、なるほど。え、分かった？いや、それはないか。ここまでは全然分からん。いや、結構これ以上ないぐらい説明したけど、まあまあそういう商品なんですよ。ついたついた、やってみようよ。ちょうど紙巻きのあの尺もあるしね。そう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 、ということでやっていきましょう。はいということで、こちら今回サイバーチルさんからねいただきました、まあ、今回このねかっこいいライターをいただきまして、こっちがメインのそのベポライザーの商品で、これがスターターパックみたいな、はいはいはい、初めて買うならこれ買った方がいいか、メンテ用品とかケースとかもついてくるからっていうので、こっちは特別カラーみたいな、はいはいはい、やつが3種類ありまして、こっちから見せちゃいましょう。はい、お、紫や。そう、これ一応ね僕らのねメンバーカラーに一応合うんでっつって送っていただいたんですけど、この辰彦からですね。紫バターのやつですね、紫は。いや、ちょっと赤っぽいやん。あー、ほんなら俺ってこと。いや、お前よこれ。これが、まあ一応黒ですね。ん？ん？青やな。これ青のやつじゃん。あー、青か。これカメラ越しやつはなんか色ちょっとわからんくて。黒に見えるな。これ多分青のやつ。これ青、僕のカラーですね。一番かっこいいですね。で、まあこれ黒やね。これが黒ですね。一番かっこいいですね。これですね。この中には、こんな感じでね、めっちゃ入ってるんですけど。これなんか掃除するやつとか、うん、まあ、もう一応今回は割愛、この辺は掃除アイテムね、掃除アイテム僕のやつを。で、これがスターターキットでついてくる、かっこいいね、シルバー、これいいね。こちらですね、これもうね、このメカリックな感じ、うん、メタリックな、メタリックやな。機械やとしてもメカニックやしな。混ざったね。これ本体と、これもね、またおしゃれな木の、これケースです、これ、はいはい、ここにこうやって入れて持ち運べるケース。なるほど。とライター、これはもうあのえぐいガスライター、3点コンロみたいな、3点バース、3口、そう、3点バースで、こういう感じで、おお、コンロみたいやな、とんでもない火力のやつかっこいいがついてまして、まあ、使うのはもうこの2つなんです。この中にこう開けて、ここに手巻きタバコの葉っぱを入れて、蓋してこれ炙って吸うっていう、もうそれだけなんですよね。ちなみにこれガスが入ってるんですか？あ、これね、ガスね、入ってないんで、ガスだけ自分で別口でね、そう、買っていただくっていう感じですね。まあこんなもんですね。じゃあもう早速吸っていこうと思います。あ、こっちが喋るよ。思います。山内頼む、カットインで先生来い、頼む、カットインで先生頼む、来い来い来い。あー、こんかった。よし、吸ってみよう。やっていこうか。手巻きタバコの葉っぱをキャップ開けてもろて、ここに詰めてもろて、その時にこう葉っぱがね、こうやって飛び出んようにっていうところまでやっていきましょう。はい、じゃあ俺は今日はチェの赤。チェンこれ好きや。俺マジでこれ好き。これはゴールデンバージニア、一番高いけど一番まずかってこんな少量で済むやったらこれコスパよく吸えるね。そうなんですよ、これを買ってしまえば一回もう本当に小指の爪ぐらいの量で済むんで。まあこれ炙るんすけど、炙ってたらこの音がするんですよ、カチッカチッって。おで2回するんですけど、まあ、1回目はぼちぼちいい温度だよみたいな。おで2回目はもうこれ以上やっちゃあかんよぐらいの、なるほど、温度になるんで、辛すぎたり多分するんで、まあ、一回勝ち理由ぐらいで止めた方がいいかなって、美味しいと思う、思いますね。生殺与奪の権利を他人に握らせるな。じゃあ炙っていくか。ダイナバック、くそ、クルクルして、はい、あ、言いましたね、言った。素人がやったらああなるんよ、さっきみたいにね。でも葉巻とかをね、やっぱり経験してる男は一味違う。うまっ、遠火でやっぱ当てんの。あー、いいね、こういうのやっぱりこう、あ、カチって言いましたよ、これ。あれ？俺の方が。はい、これね。はい。あー、濃厚やな。おう。で、これまあ1回目は、おお、2回目の方が前。そう、あのこんな感じで、1回目はあんま煙とか味とかが良くないんですよ。
煙もあんま出んしって感じ、うん、で2回目3回目ってこう何ヤンクエもやることに味変わっていくらしいんで、そういうのも楽しめる話でございます。バカスタ一緒やねこれ。あもう1回目はもうほぼ味変で、これ穴がね開いてるんですよ2個、ちょっと遠くて見えんけど、この穴を塞いだり半分塞いだりして水ごたえ喉へのを調整できる。これ多分塞いだ方がいっぱい入ってくるね煙が。うん、塞いだ方が俺的には美味しい。でもこれ結構辛いな、うん、喉へ。そうや、結構辛い、結構強いっすね、うん、まあ、そういうためにもこの穴を使って調整するっていう。シャグゲーかもしれないこれね。まあそうね、だいぶ、まあ、シャグ、まあそらそうね、うん、まあ、そらそうね、味もシャグで決まるから。そうやねライトなヤニカスは向いてないかもしれない。そもそもこういう商品買うのってやっぱ熟練のヤニカスになってくるから。確かに、まあ、そういう結構マニア向けな商品ではあるのは間違いない。結構手間かかるしこれ賞味数。そうやね、手間はかかるな。そう、俺はこの商品自体がそもそも結構好きやね。いやマジでおしゃれやな。おしゃれ、これに入れてもうシャグみたい。あれ終わった、さてはちょっと終わった。終わった時はこちらねケースの出番なんですよ。ここにほう、まあ、マグネットがついてて。なるほど、こう先置いてみる、置いたらこれこう立つんですよ。なるほど、これで転がったりせずに。なるほど、まあ、このめっちゃ熱いね先っちょ、うん、ここを冷やせるっていう。お前頭いいな。この炙るっていうこの新鮮さ、うん、そこが一番楽しいよ、うん、はい、このゴールデンバージニア俺が吸ったやつは、うん、手巻きで吸った時マジいっちゃまずかったよ、うんうん、全然うまいこっちで吸う方が。どういうあれは、なんかね、うん、4回目なんやけど、まあ、だんだん味マジ変わってきたんやけど、うん、4回目はあんまりって感じ。あんまりこれええなって。もらえたダイナバック 2020M いいな露骨ねまあめっちゃ煙出るなね。結構詰めてみた今回は。あ、なるほどね。あー、ニカチも悪くないっすね。も俺もニカチさっきやったけど悪くない。あ、ニカチの方がうまいかな俺的には。あー結構、まあ、あとはもうちょっと詰めてもあれ、うん、どっちがいいんか分からんけど、うん、結構詰めたけん2回目の、まあ、こういう試行錯誤も面白いですね。そう、まあこういう感じで火力とかを全部調整できたり、はい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 、葉っぱの詰め具合調整できたり、なるほど、ね、吸う時のこの抑えたいみたいな、もう自由自在なんですよ。なるほど。そうだからこれがアナログのいいところ、ね、はいはい、はい、エポライザーって普通デジタルで本当アイコスみたいなやつで、はい、勝手に加熱されてみたいな。なるほど、吸うのが主流ないけど、これアナログはこれがいいとこね。自分で何詰めようかなって、こう自分でこうこれぐらいやろうみたいな炙って、そうそうそう、自分のこのここっていうポイントを見つけていくっていうのが楽しめるね商品。完全なる嗜好品のそう、これぞ嗜好品って感じだね。私も次のバーとかに、まあ、夜こう遊びに行くときは僕これ吸ってますねおそらくバー行かれやろいやそれはちょっとね、世間は許してくれやせんっていう感じでね、かなりまあマニア向けなとこはあるんですけど、まあそこそこ値段もするんで、うん、ですけど、まあみんな買えとは言いませんけど、まあやっぱり一人のヤニカスとして、うん、やっぱ胸を張ってヤニカスって言いたいならやっぱこれぐらい買った方がいいんじゃないかな。結構やねまあこういう楽しみ方もあるんだよっていうのはやっぱ知っとくっていう意味でも、うん、やってみる価値はあります。あると思います。ということで、まあ皆さんもね、買っていろんなシャグでこのペポライザーライフをちょっと楽しんでいただけたらなと思います。興味のある方は概要欄の URL から購入してみてください。よし、以上テオソンボスでした。いろんな案件待ってます。いいものはいいってちゃんと言うんだよね。うん、悪いやつ来たらもうお金いただくんですけど、悪いってちゃんと言いますご了承ください。はい、お願いします。じゃあな。散らかってた今までバカみたいな王帝変わりやしない24 yeah でいつまで夢見てんの。